up dudes, AJ here. Apparently there's a gameplay footage of the upcoming Sword Art Online game Fractured Daydream. So I'm gonna check this video out and hopefully there's gameplay footage of Greenella because I'm really curious how her gameplay is gonna be. So without further ado, let's fire this thing up and let's see what this video is all about. はい、こんにちは、天の声です。解説を務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。え、待って、ミキ様はやらないの？はい、私は実況というスタイルで、はい、参加させていただいて。実況というスタイルで、はい、最速プレイしたかったでしょ？最速したかったけど、そうですね、最強のプレイもしたいので、ここでこう立ち回りを見て、あ、なるほどね、皆さんの、はい、研究をしつつ、ね、紹介、ちょっと天の声さんと共に、はい、お供できたらと思いますが、今度は今度は戦っていらっしゃいますね、松岡さん。これはもう通常の敵を今倒していくのかな。そう、even though you're in the same party, it is possible for you to そして宝箱、今シノンが for different person to control different characters, because I was hoping right左側のその one player can control like four different characters。 こちらの顔の隣の数字が、はい、クエストのクエスト限定のレベルになっておりまして、こちら、はい、敵を倒していったりとかクエストを進めていくごとに上がるものとなっています。今ちょうど2方上がられましたね。3になってこのクエスト内のレベルですね、はい、そしてこちら上がっていくことにより右下のアドバンススキルというものが1つずつ対抗できるように、はいはい、なっていきますので、はい、松岡さんも伊沢さんもお好きなスキルを今松岡さんが使ってみていただけると、伊沢さんも今このアドバンススキル光っているのを、はい、鍵を開けていく感じなんでしょうか、うん、はい、松岡さんは今一つ開けておられますね、このアドバンススキル青いものもですけれども、お隣のというかちょっと下にある黄色いものはこちらの黄色く今鍵がかかっているところは、先ほど説明にもあったアルティメット、非常に強力なスキルとなっております。あ、間違った、回復使っちゃった気がする。じゃあそれもレベルに応じて解放されていくんですね。アルティメットは一番最後に解放されるものとして、はい、長いクールタイムと引き換えに非常に強い技を放つことができるという、スキルとなっております。でもあっという間にもうレベルも5ですから、このバトル内最後の方にもしかしたら乱れるのかなという感じですね。終盤ではきっと皆さんアルティメットを使えるようになっているんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしていただけると、ね、そしてお二人ともこれ経験値もパーティー内共有ってことなんですよね。はい、経験値に関しては基本的には特に自分が敵を倒せていない場合でもちゃんと入るようになっておりますので、そこは初心者の方でもご安心いただけるところかなと。じゃあやっぱ強い人に連れてってもらってレベル上げができますね、何もしなくても。ナイス。それでお二人ともレベルが等しいんですね。あいつなんか怪しい、あいつなんか怖い怖い、うん、なんかババチだ。絶対あれ臭そうですよ。臭そう、あー、ね、なんか鳥も来た。なんか浴びちゃいけなそうな色してますもん。なんか殺されたんだ。アルゴが毒になりました。毒になった。アルゴポイズン。どうやって、はい、When inflicted, use a support character's healing skill, your healing crystal, or wait for the effect to wear off naturally. Also, poison can be wear off naturally. そうですね、よかった。もう伊沢さんはだいぶ使いこなしてる。 Unlike any other RPG games, right? Once you're poisoned, you're poisoned for 戦い終わった後に青かったり緑だったりの光ってるものは、はい、こちらを得ていくことによって攻撃力や HP といった体力が上がっていくものになってます。 What is EXP? 動きもスピーディーでいいですね。すごいサクサク。いや、しかしこの女の子たちが素早いことね、そうですね、だいぶ、うん、特にアルゴはキャラクターの中でも一番速い方。やったー、はい、そうですね、めちゃめちゃ派手だったぞ。その速い動きで敵を撹乱していくといった動きが得意なキャラクターです。あれ、これなんかアタックアップとか出ますけど、これバフですか？はい、本当だ、出てますね。アタックや HP がその敵が出すオブジェクトっていうところを取っていくと、だんだんクエスト中に上がっていくものになっておりまして、左下のその自分の体力ゲージの下のプラス 0.8 とか書いてある場所があると思うんですけれども、
はい、そちらでどれだけ今自分がクエスト中にステータスが上がっているかっていうのが確認できるようになっています。それが戦い終わった後にあのね摂取してるあの光ってるやつですよね。そうですね、うん、おなんかすごいの出た、でっかいのがいますね。こちらアルゴンスキル、これは中ゴス的なものなんでしょうか。中型の、かなり強力な敵となっておりますので、これは全員で息を合わせながら戦ってほしいなと。Oh, I see the attack and HP up. ああ、レベルが10になりました。はい、覚えられると。すべてのスキルがアルティメット以外は解放可能というところですね。あ、じゃあ解放して。このアルティメットのところで、あ、スキルを。クリト君は全部解放されましたね。はい。そして遠距離の使用を狙うとは。今回タンクのエギルもいないので、そうですね。タンクいないのか。思いました。このパーティータンクがいないなって。あ、スイッチ出た。なんかね、あれがじゃあ、なんか押した。おお、なんかやった。もうなんかやった。倒れた。おお。チンコンボ？チェイン？うわすごい。おお。おいいぞ。うらやましい。チンコンボ。畳みかけろ。よしよし。あ、いい流れで。出た。ね。回復いいなあ。あそこにこれ一日中やれるやつだ、うん、分かりやすい。あと私結構 3D 酔いするタイプなんですけど全然しない。あーいいですね。 Yeah, at times I get motion sickness as well. すごく進みやすそうですね。 Mostly because when the motion blur is turned on, I will definitely get motion sickness. 完全背景とかもアルブヘイムじゃん。 Which is why most of the key it happened when I was playing Resident Evil 3 and Resident Evil 4. And after turning off the motion blur, I feel way much better. ないのでいろいろな、はい、バラエティに飛んで、あれなんか一人どっか行ってるけど大丈夫？あれ私違う。ちょっと今見やすいとか言ってる。 I think it's best I turn out the motion blur for this game. あ、一気になんか敵が来ましたよね。はい、いたいた。はい。Very special for motion blur. 今中はこのように、いろいろなミッションを更新されているので、このミッションをすべてクリアしていくことでクリアになります。そしてアルゴが非常に今危ないですね。これって先ほどの中ボス的な敵そうですね。こちらが複数登場しております。相手 SOS、 あ、死んだ死んだんだが、アルゴが死んだ、死んだ、死んだ、死んだ。こちら仲間が力尽きても仲間の元に駆け寄って、はい、ハルビーボタンを長押ししていただくことで、死ぬ死ぬ、あ、ちょっと待って、あ、あ、ギリと、what are you doing? ギリギリ、あ、じゃじゃが、あ、ブブブ、なんか、リーダーも死んでる、あー、リーダーが死んでしまうと、If the player cannot be revived within the time limit, they will respond to a nearby safe point. LB ってどのボタン？待て。LB ってどのボタン？混乱し始めました。こっちか。左の人差し指？え、何？え、指って。待って待って。松岡さん、definitely not a console player。もう LR で手汗ですごいもう滑る。松岡さん、definitely not a console player。Maybe he's not used to the Xbox controller。こちら、あの LB ボタンを押すと発動できるエクストラスキルになっておりまして、アルゴに関しては姿を消して。姿消せない。松岡さん、今して、the machine he played games on Steam and Nintendo, so I won't be surprised if he's not used to the Xbox controller. そしてこのパーティーにいないはずのオベイロンなどのキャラクターも登場しているので、これは別のパーティーが続々と合流しつつあります。なるほど、そういうことかしら。あ、おっと、吹っ飛ばされた。人が増えていると思ったら他のパーティーも参戦して、キルトスの1 HP 攻撃ばっかりやってると、キルトス1 HP5、 What the hell? 松岡さん、体力が、あ、本当だ、5です。 You just realize? 回復、あ、よかった、危ない、うん、おい、うわ、派手、うわ、すごい、コンプリート。This is going to be very chaotic. 敵どこってなっても、あの、うんうん、敵ロックできるから、あ、それで、そっか、ロックオンできるんですね。はい、ロックオンできます。 Oh, you can lock onto your enemy. It's nice. あ、移動速度、高低差がすごいな。
残るミッションは1つとなっておりますので、そちらクリアすればまたコープが1つ達成されるということになります。はい、これなんかすごいな。これは今マップだと右端の方に、ね、大きな黄色い点滅があるんですけれども、これがボス的なものなんでしょうか。うん、そちらが目標になります。もう二人ともすごいですね。もう慣れてきてますね。結構感覚で、はい、レベル16操作できるからストレスがなくて楽しいです。そのマップミスは伊沢さん一人で下行ってたんで。本当だ。ありますね。まあ、でもこれマップが分かりやすくていいですね。ね。おや、I can see the mini map on the top right side of the screen. I just realized. すごい。やけくそみたいな。なんだ。すごい。タワーを起動しろって出た。これは天の声さん。タワーはその奥にあるんですよね。こちら真ん中の青いタワーを。Some mission requires you to operate a tower while defeating enemies. 起動するミッションとなっております。あ、なんか。なんだこのチェーンみたいの。これ出た。あ。すごい大技やってる今。アルゴエクベテンアルゴ思い出すな、あの話数を。あ、そうですね。あのチェーンなんですね。あのチェーンなんですね。出す側なんだね。Not the chains。フラッシュバックOf doing the Asuna one Asuna scene。再現できるんですね。それを。じゃん。移動だ。あ、ここから皆さんで。フラッシュバックOf that one that one scene。いっぱいいるんだけど。そうですね。他のどのパーティーにもいるっていうね。すごい。I will say among all the villains in Sword Art Online, right? The most despicable one is definitely Oberon, man. Oh, it's Ilfang. Wait, wait. Wait, wait. The boss that appeared during episode 2.あと紫も体力。この赤どうしたらいい？両方体力になっておりまして、赤ゲージをですね、この紫の体力ゲージ分削り切らない。ああ、モティプルバス。Makes sense。青いゲージは。怖い。何？And yeah, the way they design the HP bar is like they really trying to give the similar vibe as how we watch the anime.じゃこれは貯めていくんですね。はい、ブレイクゲージ。最高攻撃範囲が広い。そうですね。ちょっとこれかなり大変ですね。うわ、タック。回復落ちてた。ミーファとかだと動きやすいのかな。すごい、なんだあれ。そうか、じゃあ青のゲージ貯めて。あ、素敵。Whether we can switch characters, but doesn't seem that way. Switch as in you can change from using characters from one to another. Ah, so it's yellow gauge. これも打っていいんですよね。打っていいですよね。これね、天の声さん。はい、アルティメットはもういつでも使ってしまって大丈夫です。Oh, so the LB is the ultimate. すごい外してる。松岡ミスイズアルティメット。Seriously.表面モーションみたいになっちゃったんですね。そうですね。PV としては良かったみたいな。コールトロードさんの。ヒントにあるまじきですわ。目の前。お、松岡さん、ローアン HP again。どうした？おー！ファイナルバー。あれ武器が、あ、なるほど、武器変わりました。怖い怖い、めっちゃ怖いの見てる、うん、なたー、はい、原作アニメでもおなじみです。 Just like in the anime。 映像と映像と違うってやった。ありがとうございます。あー、それだありがとうございますってそれですよね。ミキ様、ミキ様が Apparently they tried to cut the gameplay short as short as and as brief as possible。
おおあー怖い、おーっと、怖い、あー、うまい、死ぬ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 、お、アルゴスの1 HP、 行けない、向こうに行けない、カウンターチャンス、カウンターチャンス、あ、あざーす、これも仲間が決めてくれました、ね、おお。Show us. Stop showing the slide. Give me the gameplay, man. Damn it. もうちょっともうちょっと。動きの素早さも違うから、避けられるキャラクターとそうでないキャラクターいます？そうですね。そこは、あの、まあ、基本は、あ、おもせ、おもせ。どのキャラも避けられるような。ラスト特攻決めろ。ラスト対。あ。お、うん。なんか余裕だったねって、オベロンスフェイスをギリギリだったぞ、まあまあ必死だったぞ、 D パーティーが MVP を決めたということですね、なるほど、あすごい、我らが A パーティーが良かった、なんとかみんな生きて帰ってこられて良かった、良かった、残ってました、よろしくねじゃないわグッジョブだ、グッジョブだ、あ、そう、グッジョブだ、これ自分妹ですわ、ナイス、あれ、え、あとまで、ね、wow. Interesting? 本当、作中さながら、yeah, it's fun and very chaotic to top it off. これマジですか？18分もやってたんですか？そんなやってた。That took 18 minutes. Yeah. Wow. あ、自己評価見れます。Oh, there's even a self-assessment. A ボタンを押していくと今ね、自己評価が出てきます。あ, うん、あんまり良くなかったわ、あんま貢献してなかったわ、あ、interesting なかなか I'm just kind of bummed that there's no Queen we don't get to see Queen Ella's gameplay in this man 自分も微妙でしたね、 because I'm definitely main Queen Ella without a shadow of doubt 周りの皆さんが just kind of bummed that there's no Queen Ella in this video to be real at least we have a grasp of how the gameplay is going to look like once the game drops okay, so this is the customization option so we have weapon skin costume and decoration I see an equipment tab at the menu あ、見た目だけを変えるアイテムですね、あ、なるほど、性能には関係ない、性能はここは、はい、関係ない、おいしょ、オッケー、あ、いいですね、別キャラの着れる、できますよ、ね、あ、なんか新鮮、うん、なんか不思議な感じですね、 You can even switch to other characters outfit、 すごい新鮮、あ、ケツシーの outfit、 お、いいですね、え、かわいい、 Interesting、 あ、そう、あ、The Alicization outfit、 かわいい、 Wow、これ結構印象だいぶ変わりますね。That's a lot of customization. Should be interesting. あ、かわいいな。はあ。That's the Alicization outfit. かわいいな。ALO のキリト君のコートじゃないですか。いいですね。お、ALO? パーがついてる。That's the saber in GTO. も一緒に変えられるので。デコレーション。あ、カチューシャもある。カチューシャ。うん。Wow. メガネ。へえ。メガ。This. デコレーション。This glasses option as well. なんかちょっと可愛いな。可愛いし違和感があんまりない。すごい。キリト君もリボンできる。Why is you look wearing a headband? That feels. 男女関係なく。私は元気ですって言いそうな感じある。完全頭きれい。How do you get this skin? So easy. Do you get this customization by defeating enemies?Oh, I hope this doesn't end up being a pay to win kind of stuff. Reaper さんに頭かじられてますよ。What the hell? 似合いますね。できるけど、ちょっと。あ、すごいガスマス。Why is? もうやだ、私こんな人いたら絶対嫌です。すごい。松岡さん、What the hell am I looking at? マルコ楽しそうに見てます。嘘。絶対だって腕組んでこれ守りのポーズだもん。キリト wearing a skull head with a face mask。What the hell？ 全然キリトの表情が見えないです。あ、I just realized。多分いろんなプレイヤーが増えてくると絶対こういう方いらっしゃいますよね。いやこれ多分あれです。ある。And Argos Queen she's wearing a different outfit and glasses。ブラも作れます。But Batokasan's skin where he's wearing a mask and the skull head。自らするタイプではなさそうです。
着替えできた。はい。それで決定で行くんすか、キリト君は。大丈夫ですよ。え、これで本当に行くんですか。わっし、もっと。いいですよ。もっと。全然お好きに。この上から。いや、いい、あ、いいなあ。なんか、闇風みたいな、サングラスだな。なんか、yeah. ラスマスク。ブレッグラスマスク。恋しくなりましたね、外すと。あ、やっぱそうですか。じゃあ、マスクして、で、ちょっと可愛くすれば。ああすごい。本当に、クリプル野菜いそうだなっていう。いますからもう。うん、うなずいてる。カスタマイゼーション should be fine。すごい可愛い声。サポートしてくれるかな、よろしくってお前がやれみたいな会話が。あ、Now they're doing boss raid. Earlier on was the co-op quest. Now they're doing boss raid. Wow. この絵面は。Wow. 狙われてるじゃないですか。本当だ。本当だ。本当だ。なんでそんな向かい合って。これきっとこういう遊びもできちゃうんだろうなっていう、ね、なんかちょっと怪物距離の弾丸よりは遅いからなってできないですよ、ね、大喜利できそうなの、これで一問、うん、これで一言みたいな、ね、これきっとスクリーンショットとか、ね、so, OK, for the boss fight, they wait for everyone to appear or we can just jump right in or, and then the new players can come in right later. え、あそこ何が起こってるんですか、なんか、え、ね、奥の方で、あ、ベリア飛んでる、飛んでる、え、お、oh, apparently is we have to wait until all 20 characters are in the portal, then only the boss raid begins. 怖いよ。This boss, I remember this. リーパーさん、なんか進化した。The Skull Reaper. これちょっと天の声さん。I remember this boss in episode 8. リーパーさん、なかなかすごいことになってますよね。デビルリーパーさんみたいになってる。気持ち悪い。なかなかすごいことになっていまして、体力ゲージの方も非常に多く。体力これ、バーが6本。やばい。6バー HP? レベル上げなきゃいけないのか。In the beginning of Core Quest or Boss Raid, increase your awakening level and unlock your advanced skill and outfit by defeating normal enemies. Wow. In the Boss Raid, the main boss has a variety of attack pattern. Learn them and adapt your battle strategy. Oh, this reminds me of the days when I played Tower of Fantasy. そうですね。あの正面に立つのはかなり危険ではない。Tower of Fantasy, right? 結構まあ側面からだったり、How many people joining in into the boss fight is って正面に行く。There's literally no cap ところの決断。Well, over here, right? It's only up to 20 characters or 20 players to be precise.ミッション。何これ。And not to mention the boss is has 6 HP bars, man. What the heck? This is gonna be long. This is gonna be long, man. あ、そうですね。そうやってサイドからちょっと。This is probably not my cup of tea. あ、extended down.After a certain number of chains, the brick gauge will greatly increase. The more switch chains are connected, the longer the enemy can be down. なるほど。なんかすごい最大コンボスを狙えて。今、なんか下がってる。あー、すごい。Missions can also occur during a boss raid. あ、でももうバーもね、2本。うわ、吹っ飛ばされた。あ、they already knocked down 2 HP bars, so there's more HP, 4 more HP bars left.すごい鳴き声だ。なんか今This is very chaotic.
very chaotic. これもこの中でレベルを重ねていってアルティメット開いてっていうのが可能なんですよね、天の声さん。はい、戦いの中で強くなっていきつつ、スキルが解放されたらそれを解禁していって、はい、また最後は。Yeah, the boss definitely reminds me of the days when I used to play Tower of MC. 天の声さん、これレベルが上がりませんね。ちょっと長期戦に。あ、来た。今ちょうど上がっていってますが、あれ一気に上がりました？急に。本当だ。はい、フェーズが移行したことにより。ああ、よかった。The scout reports be seen。心配になりましたよね。あれこれ。あ、そしてここからは通常の敵も、はい、フィールド上に現れますので。オッケー。よかったです。この感じで上がっていくのであれば、ね、あ、そしてね、拾いつつちょっと回復とバフを、はい、蓄えつつですね。あ、ちなみにこれは緑と赤のパーセンテージももう人それぞれでしょうか。あ、デスカルリプレイスバック。そうですね、はい、人それぞれのところもありつつ、まあ、そこはそんなにただ差は開かないと思います。怖いな、近づく。え、消えた。 あれちょっとあの敵が敵ですよね、増えてますよね。おー、ちっちゃい方々。 Imagine having to deal with the boss and thenHaving to deal at the normal enemies at the same time, man. Oh boy, this is going to be tough. This is going to be tough, man. This is going to be tough, man. Oh. なので、通常エネミーをちょっと片付けつつ、カウンターチャンス。あ、カウンターチャンス。Oh, you have to be in the circle. Okay, got it. You have to be in the circle in order to activate the counter chance.Oh yeah, it's showing in the on the screen right now. Perfect counter. え、今のあったのか。カウンターって今のいけましたよね。あれ？天の声さん。今そうですね。味方がカウンターを成功させて。おお。くれましたが、so, 伊沢さんのスキルが今開けられる状態に。やばいやばい、シンクロカウントウォークス。キリトももう全部開けられる。 There's 4 characters have to be on the yellow platform. 近づけないボスに。これ本当スキル解放して使ってでアルティメット使ってですよね、うん、できることは。尻尾が長すぎて怖い。ああ、怖いって言って、あとは敵の攻撃パターンを見つつ最適な戦い方を模索していただけると。お、あ、やばあばあば、なんか倒した。これは And then a few moments later Now the scout recruit has reached 1 HP bar left. おっ、アルゴが決めました。アルゴ use her ultimate。 そしてキリトも決めました。And Kirito is using his ultimate as well. The starburst stream. Oh, staggered. Down 状態になってます。The Scout Reaper has entered into a break state. And it's back up. もういけますね。もういけますし。リミットが最後溜まりきる前に倒せそうですね。I'm just curious how long did it take for them to finish this boss raid though?これ耐久戦ですね。Because this looks like it's gonna take like what? 10 minutes for boss raid. うわっ、わかるんだけど、わかってるんだけど。あとちょっと。お、ラシ。怖い。あとちょっとですね。もういけます。あ、で、キリトバフ himself? いや、でも。あの突進が結構激しいですね。お、ラストアタック。キリコがthe final hit。また D だ。また何なんで D？ パーティー D again。さっきもパーティー D again。この開発のチーターさん。なるほど、なるほど。なるほど、ほどほど。いや、でも見事。ね、見事クリアというか。Still, I'm really curious. How long did it took them to fight the boss, though? Well, that's about it for now. If you guys like this up, I do appreciate a thumbs up or a comment on this video.
To be honest, I'm kind of bummed that there's no gameplay footage of Vanilla, but at the very least, the gameplay footage that we saw earlier was looks very interesting, to say the least. So hopefully, there's a demo version of the game that will be available sometime in the future. And hopefully, I'll be able to play as Vanilla by then. Until then, thank you guys for hanging out. I'll be back to continue my playthrough of Chrono Trigger as I'm planning to finish that game as soon as possible. Until then, my name is AJ. Thanks a ton for watching, and I will see you guys next time.